はい、こんにちは。パーカッションの高見です。今回はパーカッションではなくて、機材に関する動画になります。新しくですね、タスカムのシリーズ 208i っていうオーディオインターフェースを導入しましたので、これを紹介がてら動画を撮っていきたいと思います。ので、こういう機材に興味があるよといった方や、卓録、レコーディングですね。あとはこういう YouTube みたいな動画の音声、音質をいいものにしたいなと思っている方の参考になれば幸いです。 はい。で、全く知識がない方でもですね、わかるように解説していきたいんですけども、そもそもオーディオインターフェースって何っていう話だと思うんですね。で、オーディオインターフェースってのはすっごい簡単に言うと、こういうマイクみたいな音を入力する機材と、パソコンのようなですね、コンピューターをつなぐ機材になります。で、音っていうのは空気の振動なんですね。パンと叩いた時に空気が振動して、その振動を鼓膜で 感じることによって人間は、あ、音が鳴っているって思うわけなんですけれども、じゃあ機械はどうかというと、その空気の振動ですね、こういうマイクみたいなものは電気信号に変えています。で、その電気信号だけでは、その情報としてですね、処理しにくいので、さらにこのオーディオインターフェースを使って、その電気信号をデジタルな形に変換する役割を担っています。で、そうすることによってパソコンとかコンピューターでいろいろと 処理がしやすいというわけなんですね。なのでそういうレコーディング、マイクを使ったレコーディングとか DTM と言われるデスクトップミュージックでは、まあ、必ず必要な機材となります。で今回僕はこの 208i を導入した理由の一つに iPad で使えるっていうのがありますで。さっきからパソコンパソコン言ってるんですけども僕実はパソコンを持ってなくてですね。正確に言うと持ってるんだけどもめちゃくちゃ重くて使えない状態であると。なので iPad でま全部やれるようにしたいんですね。 で、iPad でやるレコーディングのクオリティ、音質をもっといいものにしたいなと思って導入しました。まあ、iPad とか iPhone で使えるオーディオインターフェースっていうのは今までもいくつか出てはいたんですけれども、どれもですね、クオリティがまあそれなりであったと。ただこのタスカムの新しいシリーズはですね、ネットの評判がすごく良かったので、じゃあ使ってみようかなという気になりました。で、参考までなんですけれども、今まではですね、僕はこのシュア e の MVI、 オーディオインターフェースを使っていまして、この YouTube に上げてるですね、サウンドチェックとかカバー動画なんかもこれを使って撮っていました。で、これはですね、直接 iPad、iPhone につなぐことができて、めちゃくちゃ便利なんですけども、この入力の回線が1回線しかないんですね。なので、ドラムセットとかを撮るときにすごく苦労しました。で、この 208i はご覧の通り入力が4回線ありまして、パーカッションとかドラムを撮るときに最大で4本、 マイクを立てれるということになります。で、別売りのですね、プリアンプを繋ぐと、さらに増やせて20回線まで増やすことができるらしいので、まあ、今後増やしたいといった時にもいいですよね。まあ、現状一人でやる分には4回線あれば十分かなと思います。で、僕と同様に iPad を使ってレコーディングをしたいという方向けに説明しますと、iPad とインターフェース直接は繋ぐことができないんですね。なので別売りで、こういった USB カメラアダプター、 っていうのを用意する必要があります。で、これを iPad に繋いで、ここから USB ケーブルでインターフェースにつなぐという形になります。このアダプターもですね、充電器、ライトニングとか USB-C が同時にさせるものとさせないものがあります。で、レコーディングの時なんかはですね、iPad が同時に充電ができた方がいいですよね。なので、こういった充電器がさせるものを使うことをお勧めします。はい、ではこの 208i と iPad。 アプリはガレージバンドを使ってパーカッションをいくつかレコーディングしてみましたので聞いてみてください。 はい、という感じでした。いかがでしたでしょうかまあ、比較対象がないんでね、ちょっと分かりづらかったかなと思うんですけども、僕が撮ってみた感想としてはですね、今までよりもかなりよく撮れてるなと思いました。特にこういうコンデンサーマイクを使った時なんかめちゃくちゃよく撮れてて、ちょっと拾わなくていいものまで <laughs> 拾ってる。ちょっとしたノイズだったりですね、パーカッションを叩いた,た時に、他のパーカッション、こういう風に並べてるのがですね、共鳴することがあるんですけども、その共鳴音まで拾ってたりしてすごいなと。 思いました。で、今回もう一個やりたいことがありまして、これ、卓録のために導入したんですけども、それとは別に、こういう YouTube の撮影にも使えるんじゃないかなということに気がつきまして、この YouTube 動画の音声ですね。今、こういうふうにマイクで拾ってるんですけども、このマイクの入力をオーディオインターフェースで入力して、もっと音を良くすることができないかなということに気がつきましたので、これを、テストをですね、これからやってみたいと思います。 はいで、今現在のこの撮影環境を簡単に説明しますとですね、この映像はパナソニックのルミックス G8 というカメラで撮っていますで。そこから外部入力、音声の外部入力でタスカムの DR40 というレコーダーにつないでいます。ただですね、この DR40 では音は全く撮ってなくて、そこからさらにマイクをつないでですね。で、それがこれでアーガーゲーの C214 というコンデンサーマイクをつないでいます。で、音声はこれだけで撮っています。 DR40 はですね、音量調節したりとか、ミキサー的な役割で使っています。ちょっとでも動画をかじったことがある方なら、なんでこんなめんどくさいセッティングにしてるんだと思うかなと思います。多分ね、普通の YouTuber さんだったら、もうカメラプラスガンマイクみたいな外部マイクを1個つけるだけで十分クオリティの高いものが撮れると思うんですね。ただ僕の場合は、パーカッションがありますんで、この自分の喋る音量、喋り声と楽器の音量差がありすぎるんですね。 で、音量差ありすぎると動画にした時にめちゃくちゃ聞きづらい、見づらいかなと思いまして、なるべくこの喋りの音量と楽器の音量が同じぐらいにならないかなと試行錯誤した結果が今これなんですね。で、僕の結論としては、こういうコンデンサーマイクみたいな感度のいいマイクになるべく自分が物理的に近づいて、この距離を近づけて楽器から距離を離すというですね、まあ、最終的にすごいアナログな作戦になったんですけども、まあこれが まあ非常にバランスがいいかなと個人的には思っております。で、まあまあ満足してるんですけれども、唯一感じている問題点としてはですね、今使っているレコーダーとこのカメラの相性があんまり良くないのか、さーっていうホワイトノイズが乗りやすいんですね。で、今この映像っていうのはサーっていうノイズあんまり聞こえないかなと思うんですけれども、これは後から編集ソフトでエフェクトをかけて消してるんですね。ノイズゲートっていうのがありまして、このサーっていう音だったり、エアコンの音だったり余計な音、 すごく小さくするエフェクトがあるんですね。ただこれをかけることによって、この喋りの音質、楽器の音質もちょっと変わってしまうので、できることならあんまりかけたくないと。で、さらにこの 208i をゲットしたので、これを使うことによって、この動画の音質がもっと上がるのであれば、今後これを使っていきたいかなと思っております。ので、今からですね、この DR40 から 208i に変えてみて、音質がどう変わるのかっていうのをテストしたいと思います。 で、まずですね、今、エフェクトをかけて、さーっていうホワイトノイズを消している状態なので、今、完全にエフェクトを切って、素の状態、素の音声っていうのを聞いていただきたいと思います。いきますよ。せーの。はい。はい。えー、これが素の状態です。多分ね、さーっていう音が聞こえているかなと思います。で、ここから、今、新しい 208i にえ切り替えて音質がどう変わるのかっていうのを見ていきたいと思います。では、それでは変えてみます。せーの。 はい、いかがでしょうか変わりました。今、カメラに直接、えー、オーディオインターフェース 208i をつないで、そこにマイクをつないでいるというセッティングになっております。はい、チェックワン、ツー、ワン、ツー、パーカッションの高はです。はい、音質いかがでしょうかちょっと楽器も叩いてみますね。 はい。いかがでしょうか。もしですね、この音声に今、さーっていうホワイトノイズが乗っている場合は、エフェクトをかけて、ここでノイズを消したいと思います。せーの、はい。はい。まあ、最終的にこんな感じの音になるかなと思います。で、もしですね、こっちの音声が今までより良ければ、今後、このセッティングでやっていきたいかなと思いますので、音質に関するですね、感想など、もしあればコメント欄にいただければと思います。 はい。というわけで今回は機材に関する動画でした。僕が触れてない点についてですね、なんかわからないこと、えー、聞きたいことなどあれば、まあご質問いただければ僕がわかる範囲で答えたいと思いますのでよろしくお願いします。はい。こんな感じで、こんな感じじゃないか。はい、普段はですね、パーカッションに関する情報発信をしておりますので、ご興味あればぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。